皆様こんにちは。今回の旅のスタートは、JR 新徳道駅からのスタートです。ただいまの時刻は、午前8時前です。実は、第一の目的地の駅に、ウプ主が待っているってことなので、その駅に向かいます。まあ、ウプ主破片た、とりあえずその駅まで向かいます。てかなんで歩いてる場面撮ってるんだろう、私はアホなの。撮るやつもなかったので、JR 淡路駅までカットしました。まあ本当は、車内が混んでいたからカットしただけなんですが。てかさっき、新幹線が見えたね。とりあえず、改札を出て、今から阪急淡路駅に向かいます。駅の近くで工事しているね。実は、阪急淡路駅は高架化されるのです。先ほど、高架化されるという話が出てきましたが、阪急淡路駅は2027年度に2層構造の駅になります。それに伴って、近くの駅である、宗善寺駅、下新城駅、国島駅は高架化されます。なお、阪急淡路駅の平面交差はやがて姿を消してしまうので、撮影する方はお早めに。となんやかんやあって、中層駅に着きました。淡路駅で撮影したものの、ボツとなり不採用となりました。でもさっきの画像は、淡路駅で撮りました。あれだけは採用しました。ウプ主の指示で、ここから撮れって言ってたから、撮るけど、めっちゃ変なところから撮るって、嫌なんだけど、少しぐらいは、私の気持ちを考えてほしいよね。後でウプ主にイチャモンつけ。とりあえず、宝塚本線の急行の発車シーンをご覧ください。この発車シーンの後は、いつの間に改動した形となっていますが、気にしないでください。とりあえず池田駅に到着。それではお見送りしましょうか。乗ってきたのは、急線系の普通、ひばりが丘花屋敷行きです。ひばりが丘花屋敷、って、難読漢字だよね。私はすぐに覚えたけど。これは対向車だね。ついでに取っていきます。第一の目的地まで、あともうちょっとなのに、あのウプ主は、池田駅で降りて歩いてきてくれ、っていう指示されました。なんで歩かなあかんね。まあとりあえず、改札出たので、駅舎でも、取っておこう。駅舎を取りました。そろそろ尺があれなので、今回の動画はここまで、次回からは歩いてる場面からのスタートとなります。ここまでのご視聴ありがとうございました。